最近 YouTube などでは結構ね、高齢者が何か一つのものを追求しているというチャンネルが伸びているような気もします。料理だろうと、盆栽だろうと、釣りだろうと、何でもいいですが、高齢者が何か一つに没頭していて楽しそうにしている姿というのは多くの人に勇気を与えるものなのでしょう。ですので、一人で今寂しいよと感じている人は、こういった多くの人に見てもらえる環境を利用して自分の好きなことや技術をとことん追求してみてはいかがでしょうか。毎日が日曜日の定年退職後は芸術家になれる要素が備わっています。まずは時間です。毎日が日曜日なんだから、若い頃に比べてふんだんに時間があるんです。次に、少ないかもしれませんが、働かずして入る年金という収入があります。それから健康もあります。視力が落ちてきたとしても、まだ自分で動ける体力はあるでしょう。この3点が綺麗に揃っているのは今しかありません。若い頃は働いていたから時間もなかったですし、若かったからお金もそんなになかったでしょう。孤独はシニアの良きお友達と気づき、孤独というお友達を連れて好きなことに没頭する。ちなみに著者は、この書き下ろし原稿の執筆が終わったらオリジナル曲作りに没頭し、 NHK 紅白歌合戦で著者が作った曲で日本中を元気にする気でいるそうです。おいてこそ、一人だからこそやれることは本当にたくさんあるんです。人を求めるのをやめて、自分の内なる世界に目を向けて没頭してみてはいかがでしょうか。それでは一言の内容をこの辺でまとめておきたいと思います。ポイント1、多くの人は孤独は辛いとか、孤独であるのは負け組とか、老後に孤独なんて致命傷でしょと思っているが、孤独のメリットにも注目するべきだ。著者は、一人女性の老後を応援する団体である NPO 法人 3S ネットワークを運営する中で、1000人以上の孤独老人の実態を見てきた結果、孤独は全然悪いものではなく、むしろ孤独こそ最高の老後にするのに必須であるとまで確信するようになった。ポイント2、孤独の方がむしろ幸せになれる理由を3つ紹介しました。理由の1つ目は、孤独を避けようとするほど私たちは不幸になるから。理由の2つ目は、人付き合いのストレスが激減し、自分勝手に自由に生きられるから。理由の3つ目は、自分の内なる世界に徹底的に没頭することができるから。